はい、こんにちは。イマジンハート研究所のナオジーでございます。はい、ですね、前回のね動画でちらっと言ったんですけど、これね楽天かな、楽天で買ったんですけれども、スマートウォッチっていうかですね、要するに腕にはめてですね、血圧とかですね、そういうのをモニターしようと思ってですね買ったウォッチなんですけれども、はい、これね一応ねちょっとベルトはね外しちゃってるんですけれども、これね動かないんですよ。ほんとシンプルなんでね、これね6000円ぐらいしたんですよね。ホームページでね紹介されててですね、こうなんかね4つこう なんていうんですか、おすすめがあってね、 4つおすすめがあってですね、1位がですね1位があって、これは2位だったんですよ、2位ね。で1位がねすごくね安かったんだけど、ちょっとねやばそうだなと思ってやめたんですよ。そんでねこれがね6000円でね、その次の3位がね1万5000円かなんかのやつだったんですよ。ほんで4位がですね、オムロンかなんか出してるやつなんですね。ですごくいいんですよ。いいんですけど値段もですね値段もこれ6000円って言いますよね、これの10倍します。6万とかするんですよ。はい、なのでねちょっとねモニターするだけなんでね、ちょっとそこまで高いのはでもね欲しかったんですけどね、でもねちょっと6万はねちょっと出せないなと思ってねやめたんですよ。でこれね6000円ぐらいだったんですけど、おすすめだったんでいいかなと思ったんですけどね、届いてですね、まあ使い方わかんないんですよね。使い方がわからない。一応ねこのここにね取り付けがありまして、で片目とか書いてないんですよねこれね。よくわかんないんだけどね。で一応ね英語じゃないや日本語もね書いてあったんですけどね、でよくわかんない。ね例えばですね、これ電源オンオフっていう項目があるんですけどね、ここに書いてあるんですよ、スマートウォッチが、シャットダウンした状態でタッチ機能キーを3秒以上長押ししてデバイスをオンにしますって書いてあるんですよ。これはね別にね全然問題ない、理解できないわけじゃないですか、ないんですけど、このねタッチ機能キーっていうのはどこなんだってわかんなくてね、これねこうでしょ、どこがタッチ機能キーってどこなんだって思って分かんなくてね、結局分かんないんですけどね、多分ね。でもねこれ、まあ、壊れてるからねちょっと、動作はよく分からないんですけどね。でこれ充電はねこれなんですよね。ところがねこれねわけ分かんないのはね、まあこの手のねスマートウォッチはなんかこういう風になってるみたいなんですけど、これ USB ケーブルっていうか USB のねこういうやつに挿すんですけど、これどっち向きに挿すのっていう感じでね、どっちでも刺さるんですよ。ほらどっちでも刺さっちゃうんですよね、まずはね。はい、でその挿し方については全然書いてないんですよ、充電差し込む人しか書いてないんで分からない充電方法。そんでね一応ですねほらこう書いてありますけどね、どっち方向が書いてないんだよね。充電ポートに挿すって書いてあるんですけど、どっち向きでも刺さるんだよねこれね。普通の USB はね片側しか刺さらない、方向がね間違った方向だと刺さらないんですけどね。で多分ねここがねこう出てるんで、 こっち側片側だけ端子が出てるんでね、で
こう USB の見ても上側かなじゃないこっちかなこっちだねこうだなやっぱなこうかなどっちにしてもダメなんだね反応しないでしょはいそれでよくわかんなくてねそんでこれ差し込むとですねここになんか充電中みたいなねランプがつくみランプっていうか表示が出るみたいに書いてあったんですよあの他のね YouTube とか これそのものじゃないですけど、この手のやつでねうんそしてまあ YouTube で見たやつだとどっち側かにですねこう印がね白いこうマークがついててそこがねタッチ機能キーに当たるのかなと思ったんですけどこれ見るとうーん何もないんですここにねちょっと光の加減でねちょっと分かりにくいかもしれないですけどねここにねポツポツポツって3つポツポツポツっていうねへこみがあるんですよだこの辺がなんかそういう意味合いがあるのかなと思っていたんですけど、うん、結局ねあの電源あの 5V をですねあのアンテカ電源にでやってですねここにつないでみたんですけれども、一瞬ですねまあ方向変えると逆方向にするとほとんど流れないんですけど、順方向ね普通の充電の方法にするとですね数秒間ですね 100mAぐらい流れてですねすぐに、ね、なくなっちゃうんですよ。充電しないんですよ。だから、そういうのっていうのは、まあ、電圧もね、落ちないんでね、そういうのっていうのは、僕の経験上はですね、電池のね、劣化じゃないかなと思ってるんですけど、劣化って言ってもね、あとね、過放電っていうこともあるんですけど、過放電でもね、これね、どうなんだろうな。保護回路ついてるのかな、リチウムイオン電池の場合は過放電されてる、まあ、電池ね要するに電池の端子の間がまあ大体 3.7V とかですけれどもそれがずっと下がっちゃって、ほとんどなくて、まあ、空中放電っつってですねほっといても放電するんでね、そうすると電圧下がってる状態でやるとですね、電池が異常だということで充電もしないんですよその場合は復活するのはですねその保護回路を除いてっていうかね保護回路じゃなくて直接ねリチウム電池にまあアンテナ電源みたいなやつでモニターしながらね見ながら少しね充電するんですよそうすると電圧がこう戻りますよねそうすると正常と判断できるんで元に戻してやると、過放電の電池も使えるようになるんですけれどもはい、ちょっと分かりませんまあ新品なんでね返品しようかなと思ったんですけどこれはねまあある意味ね僕ねこうジャンクとかをですね、扱ってる人間からすればですねこう新品がですね動かないという現象はですね逆に言うとね面白いなと思ったんですよなんで動かないのか電池が悪いのか電池が劣化してるのかまあ配線が悪いのかまあそういうのをね調べる意味でも面白いかなと思ったんでねあえてですね返品せずにですねこれ分解してみたいと思っておりますはいでねこれのね分解の方法ねいろいろ調べたんですけどないんですよこの手のねやつね丸いタイプのとかもうちょっと四角いタイプうんそのやつはね、あるんですけどただね構造上ねここディスプレイがついててですねその下に多分基板というかですね制御基板というかですねメイン基板がついてるはずなんですよその下に多分ねどちらかなんですサンドイッチ状になってるはずなんですよ構造的にね、こう横方向にね配置してるんじゃなくて多分ねレイヤーっていうか層になって配置されてると思うんですよそんで、電池もですねこの辺の真ん中かもしくはこっち側ですねについてるはずそんでこうセンサーがついてましてこれ金属のセンサーこれもなんかの金属になってますよねこれねうんこれもなんかセンサーの
一種なのかもしれないです。あとはこれ多分赤外線センサーなんですけどね、これでもってまあ脈を取ったりとかね、どういうふうにやるのかよくわかんないです。血圧もね、普通はこうグーってなんていうんですかね、空気を入れてですね、まあ病院なんか行くと測ってくれるじゃないですか、シュッ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 って、これ今はもう自動でやったりしますけどね、そう、ここに圧力をかけるんですよね、こっか、腕にね圧力かけると、血管がですね、ドクドクドクってこう動くわけですよ。その時の音を聞いて、お医者さんはね、血圧測るんですけれども、自動のやつっていうのはまあそのセンサーがついてて、そのドクドクと音なのか圧力なのかちょっとわかんないですけど、それでもってオムロンとかね、そういうのはねやってるはずなんですよ。それとは別にね、ちょっと精度は落ちるんだけど、光ね、どういうふうにやるのかはわかんないですけど、光を使ってですね、脈はねまあ理解できるんですけど、血圧も測れるみたいなんですよね。それでこれはね、血圧を、24時間モニターできるやつで、圧力をかけるわけじゃなくて、多分ね光でやってるんだと思うんです。その時のセンサーがここの部分だと思うんですね。あ、そのとこ、その辺もね分かんないんで、調べてみたいなと思ったんですよね。はい。でこれね、どっからねこう分解していいのかよく分かんなくてですね、こういろいろちょっと見るとですね、ここにねボンドが、ね、はみ出してるんですよ、ここわかんないかもしれないですけどね、ちょっと見にくいかもしれない、ここボンドがはみ出してるんですよ。ということはですね、ボンドでくっつけてるっていうことですね。でこれね、これこうちょっとボンドをねやるとちょっと柔らかめだね。ほらこれは熱のボンドかな、エポキシではなさそうなんですけどね。はい、ここをまあきっかけにしてですね、この取れるんじゃないかと思うんですよ。はい、で取れなかったらですね、もうね超音波カッターでですね、ここをね切断しますけどね。はい、ちょっと取りながらだと、あの画像を取りながらだとねちょっとやりにくいんで、とりあえず一旦ね切りますけれども、ほんでここ開いたらですねまた報告します。はいはい、あのねこれ外そうと思ったんですけど、なかなか外れないんでね、もうねこれ壊します。はい、超音波カッターでね、超音波カッターのいいところっていうのは、まあこういうね樹脂をね簡単に切れるっていうのが一つ、それとですね、金属が切れないっていうことがいいんですよね。はい、配線とか切らないんですよ。ただ配線の周りのね被覆の部分、これはね切れちゃうんですけどね、配線そのものとかねそういうのは切れないんですよ。だから基板とかを切ろうとしてもですね、銅線の部分っていうかね、そういうのは切れないんでね、それはね逆にねいいんですよね、僕にしてみればね。よし、ちょっと少しですね切ってですね、こっから外れるかどうか、外れないな、ね、しょうがないね、みんなこれ切っていきますね。僕もまあ、今これね新しいやつね壊れてますけど、新しいやつ切ってますけれども、もう一つね手があるんですよ。要するにジャンクのね安いやつをね買ってくるっていうね例えばハードオフとかでね壊れてるやつなんか、もしかすると同じような形態のものがあると思うんですよね。動かなかったらもしかすると数百円で買えるかもしれないですね。そういうのを買ってですね、
実際に分解してみるんですよ。そうすると中の構造が分かるんで、その中の構造が分かったらその構造に従ってちゃんとね分解することもできると思うんですけどね。今回はねもうちょっとね、壊す可能性があるんですけどね、まあ壊れたら壊れたらもうしょうがないかなと。勉強代ですよ。よいしょ。だから僕がね勉強してるだけだったらねもったいないんでね、お見せすればですね、同じようなことしてる人はもう一回やらなくていいんですよね。それっていうのは今ねちょっと話題にはなってますけれども、お、取れた取れた取れそう、話題にはなってますけれどもね、特許ってね、何がメインだと思います？特許のね本来の目的なんですけど、それはね技術を普及させるためのものなんですよ。技術を守るためじゃないんですよ。イギリスでできたんですけどね、産業革命のあたりでねできたんですけれども、要するにね保護するためじゃないんです。本来は本来は公開するためなんですよ。要するに誰かがいい方法を、発見したら、その人だけ持ってたらですね、社会が発展しないんですよ。それをみんなが使うことで発展する。じゃあそれどうやって公開されたら、ただで公開してくれっていうわけにもいかないんで、じゃあある程度決まった期間だけ独占する権利をあげますから公開してくださいっていうことなんですよ。はい、本来の目的はね。そうするとですね、同じことをですねやらないで済むんですよ。 A 社がね実験して発見しました。じゃあ同じことを B 社も発見するには同じことやらなくちゃいけない。それって無駄ですよね。本来はね、社会的に見た時に無駄です。だからA 社がやったやつを公開することで、そこをやらずに B 社ができると社会的には発展するんですよ。だけれどもそれをですね、まあただでやってしまうとですね、今度逆にですね、開発してもですね、実験したりとかして金かけてですね、時間かけてもすぐに盗まれちゃったら誰もですね新しいことをやらなくなってしまうんですよね。だから15年とかですね、まあ今特許15年かな、だからですね、その期間だけは独占してもいいですよっていうことをご褒美にあげてですね、その代わり公開してくださいねっていうことになってるんですよ。それがねまあ基本的なんですよ。ただね結構悪いやつがいましてですね、それを悪用してしまうんですよね。それがですね、お隣の国であったりとか、パクリ文化みたいな感じでね、いいところどりでね、努力しないでですね、まあ、盗んでくると。そうして、まあ、また自分で同じものを作ってしまうと。そうすると、お金かけてないから安く作れますよね。特許を、取らなくていいからね。っていうか、自分で一からこう見つけなくていいんでね。そういうふうに悪用しちゃってるんですよね。だから悪用してるから逆に今ね非公開特許とかね、いうの特許しても中身を公開しないっていうのがねあったりなんかしてね、それねちょっと本末転倒なんですけど、でもそれをやらざるを得ない状況があると思うんですけど、僕はもっと他のやり方があるんじゃないかとは思いますけどね、ちょっと短絡的なんですね。本来の目的を、無視したやり方なんでね、もっと違うやり方が欲しいなとは思うんですけど、まあ今の状態でね我が物顔でね、文句言うとですねミサイル撃つぞとかね核使うぞみたいなねところがありますんでね、それに対応するには自衛的にですね隠すっていうことしかできないのかもしれないんですけどね、難しいことですよね。ちょっと嫌なんですけどね、それね、まあだから大丈夫かな、バリッて言ったな、おちょっと足りないな、
よし。まあ液晶とか壊れなければケースはね壊れてもいいんですよ。逆にまあケース壊れたらケース作ればいいんですからね。完全に壊すつもりはないんですよ、これ。直そうと思ってます。ただね、見た目とかそういうのは別に構わないんでね、機能的に復活してくれれば、僕的にはいいんで。よし、ここはね、取れましたけど、じゃあこれからどうするか。これはなんだ、ボンドでくっついてますね。完全にボンドでくっついてる。これはね、ただエポキシ系のボンドではないですね。なんだ、ホットボンドかな。でこれからどうするか。これは枠かなと。今のところは壊せないで言ってますけど、このくらいだったらね、後でね、接着すれば使う分には大丈夫だと思います。そんでここにフックが1個ついてますね。そしてここね、フックがついてて、でここにネジがありますね。ちっちゃいネジね。これを外せば取れるのかな。ちょっと待って。これちっちゃいネジ。そしてこれ取れるんだけど、取れると思いますけど、これ。ここね、これタッチセンサーじゃないかな。これこのちっちゃいのこのアンテナみたいなやつ、多分ねこれタッチセンサーだと思いますよね。でもこれ見ると、スイッチはここしかないような気がするんだよね。まあいいや。
標とかはね壊したくないんでね。これフックがあるんで、フックをこうやってやれば外れるんじゃないかな。あ、外れた。外れましたね。はい。どっかにまだ引っかかってんね。あ、ありましたね、ほら。なんかこういうのやってるとね、なんかね、ドラマのね、ドラマの、次元爆弾のね、解体とかね、想像しちゃうんですね、頭の中でね。うん、あの場面好きですけどね、結構ね。そして、これね、こう、ここがメイン基板ですね、これね。メイン基板。なってますね。で、ここにね、端子がありますね。これと、まあ、こっち似てるんですけど、これ端子だけですね。うん。で、この2つの端子がどこ行ってるかっていうと、あ、ここですね。これ充電に行ってますね、充電に。ここ。充電にね。はい。充電の、これ、ケーブルに挿す、ケーブルっていうか、充電器に挿すところ、ここのね、端子が、この裏側にね、ここに来てますね。来てて、そことの接触をこのね2本のねポールっていうピンでやってますね。ということはこれねバネじゃないかな。あ、そうだそうだ、これね実はね部品あるんですよ。これなんで僕がね この手のね部品ね持ってるかっていうとですねウォークマンのね修理に、ね、使おうと思ってるんですよ。僕の、まあ、の修理の時に、修理っていうかね、ウォークマンの外部電源に挿すところがね、うん、なんかうまい方法をちょっと考えてて、その時に接触させるのに、この手のね、これね、テストピンっていう形なんですけどね、これ、うん、バネになってるんですよ。ちょっとわかりにくいかな。バネになってるんですよ、これ。はい。で、まあ、金メイクされててですね。で、この、充電用の、ね、端子も金メイクされてるんで、金メイクっていうのは、接触抵抗が少ないのと、あと腐食しないんですよ。例えば鉄とか銅とかでやるとですね、表面が被膜って言って、酸化被膜ができてしまうんですね。錆びてね。で、酸化被膜っていうのは導通しないんで、接触不良を起こすんですよ。で、よくね、パソコンとかのコネクタなんかで金になってますよね。金、実際金メイクしてるんですけど、あれっていうのは、純粋に、金はね、酸化しないんでね、酸化被膜みたいなのはできないんでね、そうすると接触不良も起きにくいんですよね。はい。そういうことがあります。うん。なので、ここも、これはね、こうやってね、バネになってるでしょ。だからさっきのテストピンなんですよ、これ。テストピン。ね。そして、こっちがさっきの表面の端子あるでしょ。これもね、これもバネですね。うん、バネになってるんです。で、これがスイッチ？スイッチじゃないよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと見えないね。虫眼鏡で見ますけどね。これはスイッチではないと思うんだけど、またね、動き出したらね、この状態でね、調べますけどね。で、これがどっちに行くか分かんない。こうでしょ。これスイッチだとしたら、いや、スイッチじゃないね、これね。これ、多分ね、また動いたらね、ちょっとやりますけどね。タッチセンサーだと思います。人っていうのはコンデンサーと電圧がかかってるんですよ。自然の状態ではね、人間に帯電してないとは思うんですけれども、通常ね、生活してると、いろんなところに電気がね、
例えば交流のね、100ボルトの電線とかありますよね。そうすると人間の体って誘導されてですね、電荷を持ってるんですよ。でコンデンサーの役目もしまして、人間の体ってね、コンデンサーとあと抵抗値もあるんですよね。そうするとですね、タッチセンサーっていうのはですね、人間の体をですね、その回路の一部にね取り込んでしまうんですよ。それで人間の持ってるこの誘導ですね、誘導電圧を感知してこう、反応するんですけど、 iPhone なんか、うん、そうだと思いますよ。こう iPhone とかのね、このタッチセンサーなんかね、同じだと思います。圧力センサーというのもありますけれども、そしてですね、まあ脳波器はとりあえずいいんですけど、はい、こうなってますね。そしてこれがスピーカーかな、多分ね、スピーカーね、はい、これスピーカー、はい、ここ端子ついてますよね。うん、これね、説明してるのはね、後で組むときにね、自分がね、覚えてないんでね。はい、動画、そして、ここね、ここ、バッテリーね、バッテリー、あ、このバッテリーもね、持ってるね、うん、このちっちゃいバッテリー、これね、外ね、バッテリー、はい、バッテリーね、はい、そして、ここにね、ありますね。これはね、センサーのやつですね。これもここにね、ネジがあるんで外れますね。でここコネクタでつながってるんですけど、多分これコネクタ外さなくても大丈夫だと思うんでね、ちょっとこういうね、ネジとかがねなくなるんですよね。飛んでっちゃうんですよね。はい、一応ね、小さいネジとかはね、こう確保してあるんですけどね、ウォークマンでね、いろいろ使うんでね、これ今のこれね、 0. 何ミリかのね、ネジだと思うんですけどね。そしたらこれ外れるでしょ、当然外れると思うんだけど、外れないですね。なんで、よし、外れない外れんよ。あ、外れた。これね、なんか接着剤じゃないけど、あのテープ、両面テープかなんかね、貼り付けてありそうですね。こうね、そうでもないのか、これは。よいしょ。そしたらこんな感じになってますね。はい、こうですね。そしてこれがね、まあ多分赤外線センサーなんですよ。あとここにね、ここセンサーついてますよね。これが何のセンサーなのかな。これね、金属がついてて、ちょっとわからないな、このセンサーは。これと、後で取るかもしれないんですけど、これね、ボンドね、くっついてますね。ここね、ボンドでくっついてるんで、はい、ちょっとわからないですけどね。はい、こんな感じでね、こうセンサーね、はい、これがね、システムですね。はい、なのでまあこれちょっと扱いにくいんで、ちょっとこれ極性はないのかな、これって。あ、わかったこれね、これわかりました。温度ですね、多分、多分温度ですね。このスマートウォッチには体温を測定する機能があるんですよ。はい、なので多分ね、ここね、金属面にこう当たりますよね。こうやってね、こうやって当たりますよね。そうするとここの温度センサーが、ここね、これが温度センサーになってるんですよ。それでまあ、信号がいくと、そんでモニターできると。あとはこのね、これが赤外線センサーだと思うんですけど、ね、ちょっと待ってくださいね。
ちょっとわからないけれども、うん、多分ね、赤外線センサー、これもね、動作すると多分光ると思うんですよ。光って、そんで反射でもって、体温ってね、うん、多分ね、うん、その辺で測ってるんじゃないかなと思います。はい、これですね。そうするとですね、今ね、見た目ね、うん、配線が切れてるような様子はないと。はい、じゃあこの電池がね大丈夫かなっていうのがありますんで、電池をちょっと外してですね、あ、まあとりあえずね、うん、とりあえずね、充電してみます、この状態で。よし、今 5V 来てますんでね。そして今ごちゃごちゃしてますけどね。そんでこれ見るとですね、端子こっちがね、プラス 5V、 プラス 5V、 はい、でこっち側がマイナス 5V って書いてあるんですね。で今ね、まあモニターしながらやってるんですけどね、あのショートしてるとね、もう一瞬でぶっ飛んでしまうんでね、ちょっと電流制限かけてはいるんですけどね。で一応ね、ちょっとやってみますね。これで正常な、電圧のかけ方ですけどね、今9mV し、9mA しかですね、流れてないんですけど、9mA しか、だほとんど 電圧に電流流れてないですね。はい、今ちょっと超音波カッターはお片付けします。で電池ね、これね、電池はねくれぐれもね、ショートさせないようにね、片側から外していかないとダメですからね。ちょっと待ってくださいね、外しにくいね、片面でついてる。ちょっと待って、細かいんでね、うん、片面でついてるんですね。両方ショートしちゃうとですね、もしこの電池がね、あ、電池の電圧を測ってみよう。直接、とりあえずね、いろいろとやってみてですね。はい、電圧計用意しました。はい、そして電池の電圧、はい、測ってみます。あれ、電池の電圧ゼロです。なんで？全くゼロ。うん。もしかすると、こう、過放電でホグ回路が働いたのかもしれないですね。とすると、もしそうだとすると、よっぽど放置してたんですよ、これ。はい。ちょっとね、とりあえずね、これ外しますけど。これね、ショートさせないように、うん。外してください。もし外して、まあな、あの、あまり言わないですけど、言わないですって結構言ってるんですけど、ね、あのくれぐれもね、自己責任ですから、ね。何でもね、自己責任ですよ。今ね、株とかのね、調べてるんですけど、っていうかね、大恐慌ね、あのリーマンショックとかありますよね。その背景とかもね、今ね、文献ね、当たってるんですよ、今ね。で全部ね、あの自己責任ですからね、ああいうのってね、うん、基本ね、何でも自己責任だと思ってます、ただね、うん、それもあの例外とか、それは基本ですからね。電池取れました。そして電圧を測ってみますね。これだったらもう直接電池の電圧なんで、よし、ちょっと測ってみます。
これ測ったらですね、なんとですね26ミリボルトです。もう過放電だと思いますね。ちょっとね、じゃあこれをね直接ね、ちょっと待ってね、電流制御をちょっとかけて、あ、だいたい100ミリボルト、100ミリアンペアぐらいでちょっと電流制御をかけた状態で充電したいと思います。あ、ちょっと端子が、よし、いきます。あ、3.2 ボルト、0.16 アンペア、充電してますね。今ね充電してます。少し充電しといて、で、まあ復帰してるかどうかわかんないですけど、これでこの状態で、再度ですね、再度電圧測って、これ電圧出るかどうか、あ、3ボルト出てますね。っていうことは電池はね大丈夫そうですね。ただね、多分ね過放電してですね、保護回路が働いてんじゃないかなと思いますね。なので、その場合はですね、もう一回ねこれ戻して、今ね電圧ねかかりましたからね、これで、一旦電圧があればですね保護回路が働かないと思うんだけど、ちょっと待って、またダメだったら、充電してやりますけどね。これで、電圧をもう一回測って、あ、3ボルト出てますね。これで、5ボルトでもってちょっと充電かけてみます。これ充電するかどうか、こっちがプラス、こっちがマイナス、はい、0.6、 これ充電してんのかな、60ミリ、ぐらいで、あ、ついたついたついたよ、ついたよ、あ、閉じた、ほい、ほら、動き出しました、動き出しました、はい、これでね、これで多分ね、電池ほら、動いてるでしょ、はい、あ、ピカ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 光ってます、ここね、センサーね、はい、これで、この動かなかった原因何かと言いますと、これ
あれ切れちゃった、電池なくなっちゃった、もうなくなっちゃった、電池今充電中ですね、充電してますね、充電してます、充電してます、はい、ここで、ね、分かるかな、あ、閉じたはい、電池がね、ないですね、はい、ということで、多分ね、電池そのものがおかしいんじゃなくて、これ過放電したためにですね、あの充電が効かなくなったんですね、できなくなった、保護回路が働いたんだと思います、はい、ということでね、分解してしまいましたけれどもね、はい、これね、元に戻してですね、まあこのくらいのね、分解だったらね、うん、ちょっとボンドでね、貼り付けてやればね、多分ね、元に戻りと思いますんでね、はい、これで待って自分の体をですね、24時間監視したいと思っております、はい、ということでね今回はこれまでなんですけど、またね、使い始めたらですね、その辺のレポートするかもしれないですけどね、あとはこのなんだ、この測り方っていうかね、測る、どうやって測ってるのかなっていうのも含めてね、やるかもしれないですけど、まあとりあえずね、これで、うん、治りますということでね、結局ね、過放電によって、うん、なんで動かなかったかというと、過放電ね、だ電池が、使ってない状態でずっと放置しておいて、過放電で電池がなくなっちゃってですね、で、通常だと、まあそこがゼロになるほど放電しないんですけど、ともかく置きっぱなしだったんでしょうね、多分ね、何年っていうか何ヶ月か分かんないんですけど、作ってね、それでまあ通常ね、リチウムイオン電池の場合は今は知らないですけどね、昔僕がやってた頃はですね、電池は充電フル充電してから、納入っていうことになってます、GS ソフトっていうところ、今あるのかな、 GS ソフトっていうのはGS ソフトっていうね、90年代かな、1990年代にお付き合いしてたんですけど、そこからリチウムイオン電池買ってたんですけど、その時にね、いろいろ言われて、電池屋さんに言われたんですけども、過放電するとですね、電池っていうのは、電圧がね、ないとね、過放電状態で放置すると電池っていうのは寿命が短くなるらしいんですよ。だから、電池を出荷するときに重放電して検査するらしいんですけどね、それで放電したまま出荷するとですね、電池そのものが劣化するんで、充電、どのくらい充電するか分かんないですけれども、フル充電かどうか分からないんですけど、ともかくね、充電してから出荷するんですよ。だから、新しい電池っていうのは充電されてるんでね、だからショートさせたらダメですよ。はい。ゼロじゃないんでね、うん。放電しきっちゃうと、電池自体のね、寿命がね、短くなっちゃうんですよ。劣化しやすいんですよ。だから、充電した状態で納入されるって、今知らないですよ、どういう風になってるのかね、僕は1990年代の話ですからね、90年代から99年までね、そういうのやってたんでね、それからね、ソフト面でね、システムエンジニアが変わっちゃったんでね、はい、LSI 作ったりとかですね、回路設計したりとかですね、テストプログラム作ったりとかですね、実験用に OS を移植したりとかね、そんなことやってたんですけど、ね、その頃のだから1990年代の話なんですけど、今はどうなってるかあんまりお付き合いないんで分かんないんですけどね、多分同じだと思うんですけどね、充電してから納入されてるんで、普通の電池だってね、ゼロじゃないんでね、買った時にショートさせたら危ないんでね、だから買って充電してないから電気がないだろうと思わないでください。もう買った状態ではもう充電して、
納入されてるわけですからね。なのでショートはね気をつけてください、うん、ショートするとですねこんなちっちゃいのでもね、燃えると思いますよ。一瞬ですけどね、うん、シュ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 ってこの辺のね線がね焦げたりとか火みたいにねバーッとね燃えますよ、うん、それはね、まあ、ただねこれ容量少ないんでねそんなにずっと燃え続けるわけじゃないんでね、そんなに危ないことはないと思いますけど、はい、ということでね、多分放置してたんですよ、だから売れ残ってたんですよ要するにずっとね。そんで電池がね劣化してっていうか過放電になって、で過放電になると電池が異常としてですね電池が異常状態だっていうふうに認識するはずなんで、正常なね保護回路もついてればね、そしたらねそんな危ない電池に充電なんかしないんで充電止めてしまうんですよね、はい、そういう状態が起きてたんだと思います。で瞬間的にっていうかねこの過放電されてる要するに電圧がほとんど出てない状態の電池に強制的にそんなに長い間じゃないですけど、充電することで電池の電圧が復帰するわけですね。そうすると保護回路の方はこの電池は正常だと思って、充電始めるということですね。はい、そういうプロセスでした。はい、ということで、まあ、これをまた組んでですね、自分の体のねモニター心拍数とか体温と血圧、血糖値とか出るのかな、あと飽和酸素だっけ忘れちゃいました。そういうのもね分かると思うんでね、それモニターして24時間モニターできるみたいな、ちょっと自分の体をね実験台にしてですね人体実験をしていきたいと思っておりますのでね、はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。失礼します。どうも。